ジョニー・ロッツこと、ジョニー・ロドリゲスは、アメリカ合衆国の元プロレスラー。ニューヨーク州ニューヨークシティ出身のプエルトリコ系、アメリカ人。現役時代は、地元ニューヨークの WWF、WWF を主戦場にヒールのジョバーとして活躍。引退後は、トレーナーとなって、数々のレスラーを育てている。ブルック人の YMCA でレスリングを学び、 1964年のデビュー以降、長きにわたって、WWWF の前座要員として活動。1974年4月1日には、ジャンボツルダのマディソンスクエアガーデンにおける対戦相手を務め、同年5月に全日本プロレスに初来日した。1975年11月17日には、MSG に初登場したビル・ロビンソンのジョバにも、起用されている。 NWA ロサンゼルス地区ではアラブ人ギミックのジャバルークに変身。1976年1月16日に行われた同地区恒例のアニュアルバトルロイヤルではアンドレザ・ジャイアント、パット・パターソン、アーニー・ラット、ジョン・トロス、クレック・バレンタイン、ロディ・パイパー、チャボ・ゲレロ、ポーク・チョップ・キャッシュラを抑え優勝を果たしている。ニューヨークに戻ると再び、 ジョニー・ロッツ名義で活動し、1979年1月22日の MSG 定期戦では、藤波達美の WWF ジュニアヘビー級王座に挑戦。並行して、ジャバルーク名義で、カナダのモントリオールにも遠征し、ジノブリットラが主催していたインターナショナルレスリングにて、1980年2月11日に、エドワード・カーペンティアから、 カナディアンインターナショナルヘビー級王座を奪取した。以降も1980年代半ば頃まで、WWF でジョバーを務め、ボブ・バックランド、ペドロ・モラレス、イワン・プトスキー、ティト・サンタナ、トニー・アトラス、リッキー・スティム・ボート、ジミー・スヌーカなどスター選手の引き立て役、売り出し役を担い続けた。プエルトリコの WWC にも参戦し、スーパー・メディコ1号こと、 カルロス・ホセ・エストラーダのパートナーとして、覆面レスラーのスーパーメディコ2号に変身。1983年9月10日に、ペドロ・モラレスカルロス・コロンから、WWC 世界タッグ王座を奪取した。なお、ロッツは、エストラーダの実刑とされている。引退後は、ブルックリンのグリーソンズジムにて更新の指導、育成に注力。1996年11月、 プロレス界における功績を称え、WWE 殿堂に迎えられた。2007年3月には、弟子である、チーム 3D のセコンド役として、ティネのデスティネーション X に登場している。ありがとうございます。